うわ、出た。僕の動画の準レギュラーポケモン来た。はい、どうもこんばんは、ライバロイです。昨日の動画の続きですね。あの動画によって編集のレベルが違うみたいなのあると思うんですけど、まあ、それはシンプルに時間をかけたか時間をかけてないかの差でしかないので、よろしくお願いします。ロトムゲンガー、化けの皮ってなんやかんやできるミミッキとかでいいですかね。これ多分、まあ、リザ X の可能性もあるけど、不思議花と組んでると Y に見えるっていうあれね。でも耳ガッサと並んでるし、なんか X の可能性もなくはないけど、まあ、とりあえずロトムから入ります。相手のリザードンが Y だった場合にロトムかミミッキュから入っとかないとパーティーが崩壊するので、ふざけてるマジでよなんて鬼氷から入ってくるんだ。これあれか、鬼氷タスキとか持ってて、実はタスキとか持ってて、ここエルカゼとかで後ろからポイズンヒールキノガッサが出てきてはめに来るみたいな。トリック打ちたくねえな。あの鬼氷考えるとトリック打ちたいんですけど、うわ守ってこねえ、なんだこれ。そう、トリック守るされた時にトリック見せとくとギサ、ふざけてるだろなこいつ仕掛けに来てんだけど、しかも普通に食べ残し鬼氷だったし、トリック打たなかったのは守られた後になんか Z 持ちとかメガストーン持ちに交代されるとデメリットでしかないから、まあ、ここは守るさすがにやってきそうだからミミッキュに交代しますか。ロトム戻します。まあ、ワンチャン特防上がったから身代わりの可能性もあるか。まあ、とりあえず絶対レードしか相手打ってこないんだけど、相手の鬼氷もしかして絶対レード以外の技忘れさせてますこれ相手魂の鬼氷もしかして技絶対レード1個みたいな。素早さ上がったのめんどくせえな。身代わりされるとめんどくさいから、フリーズドライあんのか。ちょっと一旦、うわマジか、身代わりしないの。守るは剣の舞警戒でやんないのはわかるんだけど、素早さ上がったから身代わりしてくるかなと思ったんですけど、じゃれ作っちゃった。 Z 切らずに、 Z 切ればよかった。めちゃくちゃもったいないことした。チャンスを何度もチャンスを棒に振ってる。相手を警戒しすぎるがゆえに何度も回避上がっちゃったし、おー、いやここはさすがに守るしてくるでしょ。いやでも守らない可能性もある。剣の前、鍵打ち当てたらいい。 Z は守られた時がめんどくさいから、回避ふざけてる絶対レードかわし続けるのはいい。回避1段階上がってるぐらいやったら攻撃当たるだろつって舐めて鍵打ちったけど外したわ。身代わりないのかなこれ。いや B 上がっちゃったわ。これはもういい加減 Z 打つしかないのでは。打ちますかここで。絶対レード、うわいやでもこれは悠長しすぎた僕が悪いって勝手になんか相手の行動を深読みして自滅した感はあるから、あまりなんかその思考回数も与えてたし、相手が運がいいというよりはむしろ僕が悠長しすぎた方が叩かれるべきな気がする。あーマジでちょ攻撃当ててくれ、頼む当ててくれよ。まあ、あとね、怖いのが鬼氷特防が2段階上がってるんですよね。なんかワンチャンヘドバク耐えてきそうな雰囲気があるいやでも言うて鬼氷、まあでも80収束値80、よし当てる当てる、殺せ。なんでなんだよ。おお、いいね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 まあ当たらないんだったら、まあ、まあ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 もう一回攻撃当てればまあいいだけなんで、ゲンガーの HP なるべく温存したいな。相手のラストがミミッキュだった場合に、あ、ラストっていうかまあ裏にミミッキュがいた場合に、ゲンガーの HP は温存しといた方がいいので、守るあるんかーい相手よくここまで守る隠し通してきたな。なんかもっと打てる場面あった気がするけど、いやそう、この、あるかないかわからない守るに僕は踊らされた結果、ミミッキュが絶対エイドで無事のめされたんですよ。とりあえず、ゲンガーの方が素早さ先制してるから、あとは攻撃当ててくれることを祈るだけ。幸いなことに回避率も2段階しか上がってないので割と当たってもおかしくないよね。はーい、はーいダリーも鬼氷一匹にミミッキぶっ飛ばされてるし、寝室全部見られてるし、マジでなんで初手に鬼氷投げてきたんだよ。よし、当てる当てる当てる、まあ、とりあえず鬼ゴリは処理できたけどできたけど、まあ、これは
どっちにしろこれ僕の負け。あーミミッキュ終わった剣の前に影打ち打たれて終わり。一旦ちょっと粘るために鬼火打ちますか。まあ、剣の前やと思うけどな、化けの皮残ってるんだったら。剣前影打ちでゲンガー処理するのが一番安定臭いから。あー鬼火打って、あーですよね。で、まあ、次多分シャドウクロウとかだと思うけど、さすがに Z あったら、ゴースト Z とかだったら打っていきそうな気するけど、まあゲンガーを残しといた方が多分勝ち筋的には高そうなので、一旦ロトムに下げますか。ミミッキがここもう一回剣の前にしてきたら負ける可能性が高いですね。やめていただきたい。もう一回剣の前は。ゲンガー戻します。で、ロトム。鬼火入れてるんで、まあ鬼火込み、剣舞影はあの HP があればゲンガー耐えるんで、まだ大丈夫。まあとりあえず化けの皮剥がしに行くか。10万で。あ、でもこれ10万ミスったかもな。ハイドロポンプにするべきだったかも。まあ、ここは多分、殴ってくると思うんだよね。もう一回剣の前にするよりは。火傷のダメージとかも蓄積されるし。じゃれつく、はい。スカーフロトムバレたよな、これで。これあれなんだよな。影打ちとかで、ここロトムを処理してくれるんだったら、相手のラストのポケモン次第ではまだワンチャンあるけど。いや、ここもう一回剣の前にされたら終わり。ロトムの攻撃ぐらいやったら、化けの皮なくても耐えれるぜ、みたいな感じで。はーい、お疲れ様でした。フミヤさん対戦よろしくお願いします。ガルーランドってやつですね。相手の初手がガルーラ一点読みだったらルカリオから入っていいんだけど、ガルーラ以外、ガルーラとベトベトンはまあルカリオからでもまあ打ち勝てるけど、それ以外のポケモンルカリオ対面で負けるから、本当にルカリオから入っていいのかどうかわからないけど、ガルーラが入ってるパーティーにはルカリオから入りたくなる、そういうのあるよね。ルカリオから入ると月光花がめんどくさいからロトムも出しといて、なんかギルガルドとかをなんか軽くごまかせそうなモグラでいきますわ。はい、ということで、対戦よろしくお願いいたします。やめて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 、ガル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 ガリ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 、ルカリオから入ります。ルカリオ、あ、ガルーラオッケー。これ引いてくると思うんだよな。あのルカリオとガルーラ合わせるのはいいけど、なんか別にここインファイト打つ気はないっていう。まあパターンとしてはいくつかあって、猫魂打って様子見してくるパターンと、まあガルドかランドだと思うんだよね、引いてくるとしたら。あ、引っ込めてきた。どっちだろう、ガルか、あ、ガルガルド、あ、ガルディングね。はいはいはい。でここも気分だからな。なんかそのインファ打つ時もあるし、なんだろうガルド読みで自信打つ時もあるし、まあ今回はコメットパンチを選択しましたけど、これ攻撃力上がんないから、上がったらそのままガルドを押し切れるんだけど、結構入ったな。あー、食べ残しか。食べ残し型のガルドはシャドウボプラス影打ちでルカリを落とせないんで、まあ、ここを自信打ちます。ガルド引っ込めた。これランドか、すごいね。あー、なんか一番相手あれだな、サイクルってか負担をかけない交代の仕方してきたな。でも僕ここ引かないけどね、自信打ってこないだろどうせ。米パンタイプ相性分かってねえからガルドに突っ込むし、ランドにもルカリオで突っ込むわ。はい、攻撃力上がる。はい、オッケー。あ、これで、結論振り出しに戻るわけですよ。最初と一緒です。はい。相手がここまで、いかに自分側に負担をかけないようにサイクルを回してきたところで、まあ、結局、コメパンのダメージがギルガルドとランドに入っただけで、結局振り出しに戻っただけなんで、はい、何の意味もありません。ガルーラ。猫魂あんのかな。さっきはあれか、一応精神力ルカリを警戒して、あれか、あ、ぽいね。精神力ルカリを警戒して猫打たずにそのまま素引きしたみたいな感じか。あ、まあ確かにそのパターンもあるもんな。ルカリオ側がメガ進化せずにインファで突っ込んでくるパターン。米パンじゃねえ、猫魂。まあ今回はもうメガ進化してるので、まあ、これはひるむんですけど、どうせガルーラ引っ込んでくるから、あー、米パンか自信か迷うけど、米パンで。ガルーラ引っ込めた。あー、ガルディングか。ガルドだったら自信が正解だったけど、まあいいや。一生ルカリオで突っ込んでんだけど、ガルドとランドロスにさ。いやでも、ここは引きます、さすがに。なぜならば、ネコラマシのダメージをもらったことで、ちょっとシャドーボールのダメが怪しくなったんで、まあ、ここはいよいよね、ルカリオはちょっと取っとかないと、ガルーラ相手にするときめんどくさい。プラス、まあまだガルドとかランドロとか、
相手のガルーラに対して役割を持てるので引っ込めます。キングシールド、あ、これラッキーだな。相手あれか、一応地震で落とされる可能性があったからギルガルドが一回キングシールドで様子見しようみたいな感じですかね。まあ、ここステロマックか、とりあえず。いや、ここギルガルド側キングシールドかランドニー交代のどっちかだと思うけど、キングシールドしてきてくれたらラッキーだな。一回ステルスロックもいけるから。あー、まあ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 、いやでも、いや、ここ問題、ここ今のところ僕ルカリオとドリューズしか見せてないんですよ。だから浮いてるポケモンがいないって考えると、まあ、僕のラス1ミミッキュとかで予想してる可能性があるから、地震打ってくる可能性、いやでもトンボだな、さすがに。相手側の一番安定なのここ地震打つことじゃなくて、トンボ打ってルカリオが出てきたら、ガルド出して、なんだっけ、変なポケモン出てきたらガルーラ出すのが安定だから、ここトンボ打ってくると思うから、ドリルぶっ放すか。ドリル、あ、やった。いや別にこれ当たんなくてもよかったんだけどな。当たんなくてもいい時に当たるよな、このドリルとかいう技。別に当たんなくてもまあ、まあ、まだなんとかなるかなって個人的には思ってたんだけど。ガルーラ。だからこうなってくる。いやでも当てないよりは当てたことに越した方がいいから、これでだいぶサイクルが緩くなったから。まあ、地震か。地震だと思うけど、あれば。ルカリオと。あのドリューズに一貫してる。ロトムまだ見せてなかったんで。あ、炎のパンチか。なるほど、なるほど。まあ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 、いいでしょう、炎のパンチでも。で、とりあえず、ルカリオのコメットパンチ圏内にガルーラを入れることが重要だから、10万ボルトで。10万ボルト。完全にドリル当てたのがでかすぎるな。いや、そもそもあの対面、相手が地震打ってきてたのか、トンボ打ってきてたのか知りたいわ。それ、そこだけ知りたい。で、ここルカリオから入るんですけど、相手としすれば、多分ここガルで突っ込んでくると思うんだよな。ギルガルド読み、交代読みに地震打たれた時点で、まあ企画だから。いやでもガルドに引いてくる可能性もあるか。とりあえずコメパンで。まあガルーラが突っ込んできてもコメパンで訪れてるし、ガルドに引いてきたとしてもコメパンプラス地震でガルド倒せるから、待てる前提だったらコメパンが安定っていう。そういう感じです。この体勢、ひどいな。いや、ひどくはないか。ヤクザプレイマジやりまくってるからな。ガルドランド対面ルカリオツッパ安定とか言って。これはもうガルドは適当に地震で削ってたら勝ちなんで。はい、対戦ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。